昨年、まあ、からですね、お客様から、まあ、ランチやってるのかっていうようなご要望がやはりあったので、まあ、それにお答えしたく今年から、オープンするというような形になりました。山本浩平と申します。28歳で今今宵でターバーと、まあキッチンの、まあ、どちらを見るようなマネージャー業務をさせていただいております。まあ、よくある日本食レストランと、まあ、変わりはないんですけど、まあ、皆さんに親しみやすいような料理を中心にご準備させていただいておりまして、まあ、お飲み物の方も、まあ、ビールからワイン、ウイスキー、まあ、カクテルまで複数でもお一人でも来やすいような、はい、馴染みやすいレストランとなっております。もともと福岡でホテルのバーで、仕事をしておりまして、26の時にカナダに来て、まあ、少し勉強をした後に、まあ、ここをちょっと利用した時にですね、まあ、バーのメニューにすごく、まあ、興味が湧いてですね、日本食レストランにないようなカクテルのメニューなどが取り揃ったので、まあ、ちょっとここはなんかいろいろと勉強になるのではないかなと思う、まあ、バーっていう経験を生かした、はい、仕事をさせていただいているという形になります。はい、今年の1月の3日から、まあ、ランチは5つの、定食を中心に、チキン南蛮に関しては、まあ、甘酢ソースとタルタルソースも全てうちで手作りでご準備をしておるので、まあ、そちらにも力を注いでいく。で、焼き魚に関しては今は島ホッケをご準備させていただくんですけど、まあ、季節によって、まあ、サンマに変えたりとか、まあ周期で変えていきたいなと。カレーに関しては牛タンの素をベースに使ってるんですけど、こちらを圧力で柔らかくして、でその後、まあ、スパイスを加えて、まあ、コトコト煮込んで、はい、でそちらを、まあ、手作りのうどんスープと合わせるので、美味しいです学生の方から、まあ、もう社会に出てる方、もうランチの時間帯などに、まあ、フラットを来ていただいて、はい、もう楽しんでいただければなと。もうお休みの休日の時であれば、それこそもう札幌も5ドルなので、もう飲みにいらしていただいてもいいかなと。